ユーストリームを使って全世界に向けて発信、格闘技の力ー。危なく噛むとこでしたね。なんか今日一人少ないですね。なんで私がここにいるのか謎です、私もわかんない。まあちょっとね、もしかしてスターダムのファンの方はご存知かもしれませんけども、そうですね、満腹ちゃんがちょっと体調不良で本日はお休みになってますので、はい、代わりに今日のメイン MC をナナちゃんちが担当。メイン MC ってわけではないんですね、はい。タイトルコールをナナちゃんちにやっていただきます。ちょっとやってみました。意外と良かったね。じゃあもう来週からもね、いやいや、ずっとナナちゃんちがもしかしてやるかもしれません。いやいや、はい。というわけで、自己紹介をさせていただきます。ネクストステージ代表の平田です。よろしくお願いします。はい、先週の引き続き告知をさせていただきます。はい、7月14日に川尻選手の、と佐伯さんのトークイベントやります。で、7月14日18時から、20時までの2時間、場所はですね、この池袋のフィールドっていう場所でやります。で、金額の方が3000円プラスワンドリンクの500円が必要となります。で、この QR コードで、申し込みの画面に飛ぶこともできますし、あと Yahoo とか Google でですね、この川尻、筋肉祭りで検索していただくと一発目に出てきますんで、どしどし、検索していただいて URL にアクセスいただいて、お申し込みいただければと思います。で、川尻選手は半年ぐらい試合から遠ざかってて、なかなかファンの前に出てくる機会がなかったので、きっと皆さんにとっては美味しい機会だと思いますし。そうですよね、川尻選手のトークショーって、そうですよ、結構聞いたことないですよね。そうですよね、あんまり人前に出て喋るイメージないんで。そうなんですよ、ね、で、そうなんですよ。先週もお話ししたんですけど、佐伯さんと一緒だからっていうことで出ていただいたんで、これも本当に貴重な機会 で、ね、まあ、佐伯さんばっかり喋るんでしょうけどね、また多分そうだと思います。で、一応僕と奈々ちゃん陣も出るんですけど、まあ多分佐伯さんばっかりが喋って、まあ、僕たち多分うなずいてオープニングとエンディングだけ喋って、ね、さようならっつって終わるっていう、そういう感じになるんだと思うんですけど、はい、やっぱあとあれですね、川尻選手といえば筋肉で、はい、じゃあもちろん裸で、まあ裸、最初かどうかわかんないですけど、まあやっぱ裸になっていただきたいですし、ちょっと考えてるのは、ゲームかなんかで抽選で当たった人は、うん、川尻選手の肉体に触れたりなんていうことも、僕も、本当は僕触りたいんですけどね。いやー、出た。筋肉フェチの僕としては、はい、そんな機会も、ご用意してますので、ぜひぜひご要望いただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。自己紹介です。あ、自己紹介ですね。はい、自己紹介してないじゃないですか、まだ。あなた、はい、格闘家のナナちゃんちんです。よろしくお願いします。ナナちゃんちん、ありがとうございます。ナナちゃんちんはなんかこの週末とかなんかなかったんですか？私今月がお誕生日なんで、お誕生日パーティーやって騒いでます。あ、本当ですか？私、佐伯さんと同じ誕生日なんです。あ、そうなんですか？いくつになったんですか？永遠の何歳ですか、ね、あ、そうですか、そうですね、はい、なんか、まあ、その辺が謎のままなんですけどね、はい、はい、関係ないプライベートの話をしてしまいました。いや、いいと思います、いいと思います。なんかプライベートのこととかもツイッターでつぶやかれてますよね。そうですね、父の日がどうのこうのみたいな話とか。ああ、ね、夜は危ないです、私酔ってる場合がある。あ、酔ってああいうついつぶやいてるんですね。なんかね、スルーしてください。わかりました、はい、まあちょっとご覧になったことない方はよくわかんないかもしれませんけど、興味ある方は奈々ちゃんちのツイッターフォローしてください。はい、ということですね、はい、何もないです、はいはい、この番組はですね、選手の人柄とか人間的な魅力を伝えることによって、格闘技は興味のない人にも、楽しんでもらうと、そういう番組です。あと、一般観覧も募集してますので、ファンの皆さんが気軽に立ち寄れるような場所になっ、していただければというふうに考えています。はい、はい、ということでですね、たくさんの、コメントをいただいております。レスナーさんから、こんばんは、はい、こんばんは、山さんから、こんばんは、こんばんは、
レスナーさんから「七段人頑張って」って頑張ります、助けてください皆さんって分かんないんですけどメイン MC として頑張ってくださいね。いやいやいや、はい、申し訳ないです。はい、あとその他いろんな、たくさんの方から、視聴いただいてますけども、まだあのログインいただいてない方いっぱいいらっしゃるんで、皆さんお気軽にログインいただいてコメントいただければと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、こちらの番組なんですけど、はい、杉並区公園に、ね、ありますレスリングアウェイ東京さんから配信しておりますで、はい、早速それではいつものように、レスリングカフェ店の店長のビンゴさんをお呼びしたいと思います。せーの、ビンゴさん。こんばんは。僕と同い年のビンゴさん、よろしくお願いします。はい、今日も。お願いします。前もお話ししてましたけど、このお店にはよく格闘家の方とか、あとプロレスラーの方がよくご来店いただくっていう話があったんですけど、うん、はい、例えばどういう方がご来店されるんですか？ですね。一番近いところで、はい、菊田さんの選手が、はいはい、遊びにいらしていただいて、すごい、はい、プライベートで、はい、プライベートで、すごい、はい、グラバカの総帥の、はい、そうですね、はい、なるほど、はい、まあ、競技の力も宣伝もアピールしておきました。ありがとうございます。ありがとうございます。菊田さんはじゃあここでお酒を飲んだり、あ、その時はお酒は飲まれなかったんですけれど、そうなんです、はい、へ、ちょっと立ち寄っていただいて、ありがとうございます。プロレスの話とか、あ、そうなんですか。あ、そうなんですか、はい、プロレス、あ、そうかそうか、そうですね、菊田選手ってもともと U インターかなんかに入られたんですよね。そうです、そうそうそう、そうなんですよ。で、一回なんか怪我かなんかで辞めて、その後に格闘家として、していいですか、 U インターっていうのはプロレス、あ、そうです、プロレスです、ぽい、よりな、あれです、そうです、はい、昔高田信彦がですよね、聞いてた団体です、はい、UWF インター、はい、分かります、はい、そうなんです。実はではその日に僕はリンゴさんから電話をいただいて、来た時に、菊田早苗選手が来た時に電話をいただいて、菊田さんがいらっしゃったんで、何でもお伝えしますんで、時間あったら返信してくださいっていうふうに電話もらったんですけど、僕ちょっと電話できなくて、で結局でもビンゴさんが格闘技の力のことをちょっと宣伝してくださって、そしたら一応口頭ベースで出てくださるっていうような、一応はい、一応すごくないですか、わかんないですよ、菊田さんの、もしかしたら忘れてかもしれないですけどね、もしかしたら、いや無理ですよ、もう言っちゃった、言っちゃいましたね、どうしよう、噛み合うかな私まあちょっと早いですよ、早いですよ、その心配するのだ、ちょっとこれからちょっと交渉して、はいはいはい、もしかしたら菊田選手出ていただけるかもしれないですね、はい、そういう感じなんで皆さん、はい、菊田選手の今後に要ご注目ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそういうことでビンゴさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで皆さんこちらの会場にもぜひ、お遊びに来てください。入場料1000円プラス、ワンドリンク、あとチャージの500円が必要となってます。はい、あと、カンタロウさんからも、いつもありがとうございます、コメントいただいてます、今日もレスカフェ盛り上がってますということで、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお待たせしました。はい、はい、はい、本日のゲスト初登場です。不思議です。はい、ソーシャルファイターの永瀬勘定です。イエーイ、どうぞどうぞ、一回出て、ようこそ。そうですね、こちらに、はい、じゃあすいません、簡単に自己紹介をお願いします。はい、今永瀬勘定という名前でプロレスのリングが上がっています。何喋ったらいいですかいや、とりあえずそんな感じで自己紹介は、はい、でもちょっと今なんて言いますか、ソーシャルファイターって何ですか。何ですかね、かっこいいですね、なんか私も使おうかな。ああ私は使えないと思いますけど、まあ、とりあえず何ですか、ソーシャルファイター。まあ、プロレスを通じて、プロレスの僕らが試合やることによって、なんかこう、社会貢献するというのを目的に今、リングに上がってます。はい、なるほど。まあ、じゃあ、なんでね、その、プロレスラー、プロレスのリングに上がってる永瀬勘定が、今日この番組に出てるのかとか、ね、いろんなハテナが、今、皆さんの頭の中、回っていると思いますね。まあ、ちょっとまず、
永瀬館長の簡単なプロフィールからちょっと、紹介していきたいと思います、うん、これちょっとかぶっちゃいますね、この辺で。じゃあ、はい、本名が、永瀬正和さん。あ、本名言うんだ。はい、一応本名出てるんですね。あ、そうなんですね。これなんで永瀬館長っていうのがリングネームなんですけど、なんかどっかの道場の館長か何かをされてる。全く、全くそういうわけじゃないです。私絶対そうだと思いますよ。なんかめっちゃ強い師範、いや強くないですか。黒いや強くないって言っちゃダメじゃないですか。一応ベルト持ち込まれてるんですから。なんで永瀬館長っていうリングネームになったんですかね。リングアナウンサーが、はい、まあ、これはもう日本でのことなんですけど、はい、プロレスの試合で、はい、そうです、コールアップするときに、はい、僕の正和さんの名前忘れちゃったんですよ。リングアナウンサーが、はい、はい、それでやっつけで館長って言ったら、そのままそれが定着してしまったと。なるほど、間違いが、リングアナウンサーの間違いが元で永瀬館長っていう名前になって、間違えて館長って言うってすごくないですか。まあ、多分その頃僕空手に来ているので、はい、やっぱ石井館長とか青井館長とか、はい、そういうのがみんなイメージとしてあったので。なるほど、はい、なるほど。僕は館長でも何でもないんだ。そうなんですね。はい、ちょっとそんな面白いエピソードがあって、はい、生年月日1966年10月4日ということで、66年ということは、46歳、はい、なるほど、結構なあれですね、はい、すいません、結構なあれすいません、はい、出身地がすいません、広島県福山市出身で、身長164センチで体重70キロ、実際そんなないっすね。実はね、この、はい、この、ここのプロフィールってウィキペディアから私が取ってったんですけど、はい、実はこの体重70キロっていうのは実は違うらしいんですよ。60キロぐらいしかないです。60キロぐらいしかないっていう。なるほど。そのちょっと待って、そのプロレスで大事なんですか、その60キロだ70キロ。いや、全然大事じゃないです。いや、だからこの70キロはなんでそのウィキペディアに70キロっていうふうに載ったのか、永瀬さんご本人もよくわからない。知らない。僕も知らない。そうそう、ウィキペディアってあれじゃないですか。一般の人はこう書き込んでできてるんで。あれ誰が書いてるのか全然わかんない。そうそうそう、あ、奈々ちゃんにも書かれてますもんね。そうなんですよ、年齢も書かれてますもんね、ウィキペディアの方に。誰が書いてるんですか。まあまあそれはどうでもいいんですけど、そんなところでご本人も知らないところでウィキペディアにプロフィールは書かれてたと。で、サンクチュアリ所属って書いてあるんですけども、ちょっと簡単にサンクチュアリっていうのがどういう経緯でできた団体で、どういう活動をされているのかっていうのをちょっと簡単に教えていただいてもよろしいですか。厳密に団体ではないんですけど、はい、まあ、先ほども話したんですけど、プロレスを今自分がやってて、プロレスを僕らがリング上がることによって、まあ、その興行収益金だったりとかいろんなものを、まあ、例えば障害者支援だったりとか、はい、動物愛護だったりとか、はい、あとは、まあ、子どもの学習支援だったりとか、アテネ道具のそういうところへこう、まあ、寄付したりとか、はい、なんかメッセージを発信するというのを目的としてやってる、まあ、イベントの名前で、現実の団体ではないんですよ。あ、イベントの名前ですね、はい、じゃあ別にその法人格を持ってたりとかそういうわけではなくて、はい、そうそう、質問、はい、じゃあさ、そのサンクチュアリーの代表は、代表は僕ではないですね。僕は一選手なんで。あ、そのじゃあ大会を主催しているのは どこが主催しているんですか。そのやっぱサンクチュアリーのやっぱ趣旨に賛同して、はい、まあ、いわゆるこう協賛してくれている、はいはいはい、ところで実行委員会というのがありまして、はい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 、そこの委員会の方々が一応主催はしてる。なるほど、毎回毎回じゃあその実行委員が中心になって大会を開いて運営してるって、はい、そういう感じになるんですね、はい、なるほどなるほど。コメントをいただいてまして、エグニャンさんからこんばんは、こんばんは、カンタロウさんからどういう社会貢献をしてるんですかってことで、うんうん、まあ、今おっしゃったようなことを、されていると、まあ、ちょっとそれ以上のことは今後プロフィールとも紹介していきたいと思います。レスナーさんから、リングネームの由来はそんなことだったのかっていうことで、本当ですよ、ね、そんなことだったんですね。まあ、今となってはむしろ覚えてもらいやすいんでいいかなと思って。そうですね、ちょっと永瀬正和だとちょっと ね、普通の人っていう感じになっちゃいますからね、うん、はい、なわけで、あとちょっと簡単にですね、永瀬館長の経歴を
ちょっと時系列でこう書いてみたんですけど、ちょっとまずねこれを見てまたさらにあの皆さんの頭の中にハテナマークがいろいろは一体何なんだこの人の職業は、はい、格闘家なのかプロレスラーなのか、そしてそしてなんでその人がサンクチュアリっていう社会貢献を今やってるんだ。サンクチュアリってすごいいいですね、なんかセレブリティな感じがして、どういう意味か分かります、サンクチュアリってちょっと教えてください。意味は聖域という。全然セレブとか関係ないですよ。マジですか。はい、見ましょうこの話。まあまあ、まあ、まあいいと思います。はい。で、ね、経歴の一番最初を見ると1987年に、公式空手世界大会出場ってあるんですけど、そもそもってことはもともと格闘技をやられてたんですね、はい、で、あの、まあ、これ格闘技の力に出られてる格闘家の方は皆さんにお聞きしてるんですけど、そもそもどういうきっかけで格闘技をやることになったんですか。きっかけはもう子供の頃に遡って、はい、小学校2年か3年ぐらいまではどちらかというといじめられる子供だったので、はい、まあ、本当によくあるパターンかもしれないですけど、いじめられたくないなというところから、はい、柔道を始めたところがスタートです、はい、あ、柔道なんですね。はい、はいはいはい、でそれ柔道は、じゃあ、小学校ぐらいの時から小学校からスタートして中学、はい、高校と柔道。あ、すごい。あ、そうなんですか。じゃあもちろん帯は黒は。おお、はい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 。でその後、まあ、打撃系の競技に入り、はい、で、まあ、まあ、たまたままだそんなにその頃はそんなに選考がすごかったわけじゃないんですけど、はい、あの、この世界大会というのはロサンゼルスで、それにまた打撃空手ですか。じゃあ、はい、空手っていろんな流派あると思うんですけども、あの、まあ、代表的な極真とかも、あの、いろいろあると思うんですけど、その中のどういうの流派に属するとか。正直いろいろやっててよくわからないんですけど、あの、いや、結局こうしたらって言ったらやっぱ防具付きのそういうところに所属してたことになるし、はい、例えばこれアメリカ行ってからですけど、あの、連撃でのジェットセンターとかいたらば、はい、やっぱりそこ の要はライセンス取ってやった形になってるので、はいはい、正直どこの所属なんだって言われるとそれはそれで。ああ、そうなんですね。で、じゃあ柔道、高校まで柔道をやって、はい、その後始めた空手っていうのは どの空手。もともとがこうキックボクシングみたいなことをやってたんですけど、はいはい、その流れで、その公式から全部を紹介してもらって、はい、で、要はまっとうにこう、全日本選手権とかそういうのを踏んで出たわけじゃなくて、はい、要は出場できる選手の枠が何個かあって、はい、その中にポコッと入れたっていう。それがこのキックボクシングみたいなことって何ですか。打撃系の種目をいろいろやってて、そもそもその柔道からなぜそのキックボクシングみたいなことにやろうと思ったんですかね。もともとが高校卒業して、はい、やっぱ僕背ちっちゃかったんですけどプロレスラー見てたんですよずっと、はいはい、それでプロレスラーになりたいなと思ったんですけど、はい、当然日本でなれるわけないので、はい、メキシコへ行こうと思って、はい、でその前にいろいろと柔道はやってたので、はい、例えば打撃系の競技をなんかやってようっていう。なるほどなるほど。プロレスラーになるためには、はい、そんな寝技だけじゃなくて投げ技だけじゃなくて、はい、打撃もできなきゃいけないんじゃないかと。小さいけどこう、はい、なんか大きいアクションのね、はい、なるほどなるほど。できた方がいいんじゃないかということで、とりあえずキックボクシングみたいなことを、なんで打撃をやるんですか。キックボクシングみたいなことがなんだかよくわからないですけど、なんだ。まあ、もちろんキックボクシングではないんですかね。キックボクシングを始めて、で、まあ、ただそこでちゃんと公式な試合に日本で出たわけではないので、はい、だから正直この辺ってあまり自分の中でプロフィールなんか入れてないんで。ああ、なるほどなるほど。じゃあちょっとジムに通ってたぐらいの感じで、はい、そこからまあ空手をやることになって、でそれで、この公式空手世界大会出場、ちょっと枠があったから。はい、枠があったからってどういうことだろう。日本人 の何人かそこに出る選手の、はい、選ばれちゃうんですか。あって、ただこれは本当にね、もう今だから言えますけど、はい、
真っ当にこう基準があって、はい、ポーンと言ったんじゃなくて、はい、本当に、なんか裏の手使ってます。またまたまた金ですか、金ですか、社会貢献なの。たまたま本当にこれも、たまたまって言うけど、東京にいたんですか。東京にいた、東京にいました。え、地元はどこですか。僕広島です。広島から、広島っていつ東京に。あ、すみません、かなりあの話飛んでるんであれば、はいはい、大学で東京来たんです。あ、はいはいはい。それで大学 で、はい、でキックボクシングみたいなことをやって、大学の練習をやってて、はい、それであのその流れの中であの紹介してもらって、流れで紹介、はい、ここは本当にあの今だから言いますけど、今であれば多分、はい、選考基準とかわーっとあって、はいはいはい、カチッとした形でなんか基準があるんだと思うんですけど、まあそうですね、アメリカでも競技人口多いですからね、空手っていうと、はい、あのこの頃は正直そこまでカチャッとしてなくて、はい、あのまだそんなにこうこういうものを企画して出たとしても、はい、あの全部いろんなものがあの先行選手だけ埋まる状況ではなかったんで。なるほど。で そこにパコッと自分がハマったというのが実際。ちょっと待って、ハマ誰かにこう見つめられたっていうか、いやいや、だから主催者がもう多分出る選手を探したんですよね、きっと、はい、誰がいないか、誰がいないか、パンチャーが光って永瀬がいるぞ、永瀬がちょっと永瀬にお前、永瀬声かけてくる、ダメ元でみたいな感じで声かけられた、まあ、でもかけなくそれに近い。でもその時ってじゃあ仲間っていうか、その東京にいてその何人ぐらいそういう動きっていうか仲間いらっしゃったんですか。あ、もう一人で。基本的にはそんなに友達多い方じゃなかったんで。あ、もう一人で入って海外。本当にもうこれはあのここに関して言えば本当にもうあのそういうもうきちんとした選考はって言ったことじゃなくて、あのここに誰か入れなきゃっていうところでたまたま自分がハマっただけなんで。なるほど、はい、はい、コメントいただいてます。ルークさんから館長、あとレスナーさんから次々明らかになる永瀬館長の事実、永久保存版やなっていう、はい、え、へえ、だから本当言うと話つながらないんで、はい、これ入れてますけど、はい、星からって質問って入れてるんですけど、はい、個人的には正直これプロフィールがあまり入れたくないです。なるほど、まあでもあの容赦なく入れますけどね、はい、でその次の年にテコンドーカリフォルニア州選手権銅メダル、なんでテコンドーにいきなり行くんですか。どういうことなんですか。これはあのその翌年に、翌年に要はここで公式からの大会があったのはアメリカのロサンゼルスだったんですよ、はい、でやっぱりアメリカいいなと思って、はい、で大学を中退して、はい、アルバイトして、はい、お金貯めてアメリカに。アメリカがいいなっていうのはなんで。あ、やっぱ遠征行ってアメリカに行きたかったから。いや、そういうわけではない。アメリカにちょっと感化されたところが、なんかちょっと街並みもおしゃれだしみたいな、はい、綺麗な人もいるしみたいな、はい、まあまあそんなようなもんです。なんかいい思いしたんでしょうね、もしかしたら。いや、全くないです。ないですか。ないですか。全くないです。それ なんでテコンドーの大会なんですか。それで、それで、はい、最初本当に何も分からずに行ったんですよ、はい、でそしたらいざ行ってみたら、はい、向こうで仕事できるわけじゃないし、はい、でお金持ってってるわけじゃないし、はい、3日で帰ろうと思ったんです、はい、絶対無理だと思って、はい、そしたらその頃って今はあるのかどうかわかんないんですけど、10万ちょっとで1年間有効なオープンチケットっていうのがあって、はい、で帰国の便を決めなくても有効なチケット、往復のチケットっていうのがあって、それで行ったんです、はい、そしたら帰ろうと思って航空会社のカウンターに行ったら、はい、2ヶ月ぐらい先までチケット取れ、席取れないって、はい、でそれで開き直ってもうダウンタウンに、まあ、ロサンゼルスとかで暮らすしかないと思う、はい、いわゆる、はい、ホームレス的な。いや、ホームレスでもなくダウンタウンで一番安い、はい、ホテル、長期滞在のホテルがあって、そこにもう有金の中からもホテル代だけ2ヶ月先にポンと払って、はいはい、で残りのお金を割って暮らそうっていう、はい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 、で質問に戻ります。なんでそれでたまたま、はい、街中をプラプラ歩いてたら、はいはい、テコンドーの道場があって、はい、そしたらそのテコンドーの道場があったので、まあ、とりあえず見学をしてたんです、はい、そしたら先生が韓国人だったんですけど、はい、まあ、話しかけられて、おそらく、はい、
まあ、ルックスがオリエンタルなんで、韓国人か中国人か、それで、まあ、はい、日本から来た、はいはい、で、まあ、いろいろ、まあ、あんまり英語未だ喋れないんですけど、はい、あのそれもっと喋れなくて、いまだにあんま英語喋れないんですか。文法合ってないんです。ああ、そうなんですか。それで、はい、あのいろいろ話してたら、はい、あのお金ないことまで話して、はい、2ヶ月こっちにいる、はい、も全部いろいろ話したら、はい、あの2ヶ月だけだったらお金いらないから、はい、あの練習来ないよって言われて、はい、それで練習通うようになって。2ヶ月間2ヶ月間通おうと思って、はい、なんで2ヶ月間かって、このちょっと待って、このカリフォルニア州です。はいはい。それで、まあ、練習、他にやることもずっと練習ばっかり一生懸命やってて、はい、ただそのうちあの、まあ、道場同士の対抗戦とか、はい、あのちっちゃい交流試合などに出されるようになり、はいはい、でその中で、あのその韓国人の先生が、あのさらに1ヶ月先で、あのさらに1ヶ月先で、あのカリフォルニア州の大会があるから、はい、これ出て日本に帰れば、はい、で僕もその時は大学を辞めてアメリカに行ってる手前、はい、でテコンドーってその年からあのソウルオリンピックの公開競技になった、はいはい、だからテコンドー の州大会に出て、はい、帰ったって言ったら、まあそれはそれでかっこつくかなと思って。なるほど、まあ、ちょっとなんか記念的な感じで出たら、はいはい、銅メダル取ってしまったと。へえ、すごい、はい、すごくない。それで、でまたちょっと次のプロフィールに移りますけど、89年全米空手選手権出場って、なんでまた空手に戻ってるんですか。それでその後、はい、でその後あの今度あのテコンドー大会出たら、はい、88年なんで、その年からあのテコンドーがソウルオリンピックとかであのオリンピック競技になったってことで、はい、あのみんながこうバーッとやる人が増えて、はい、競技人口増えてたのもあって、はい、レベルが極端に上がったんです。はい、上がった、はい、そこ挑戦しないんですか。いや、それで挑戦したんですけど、レベル上がったんだから、はい、そしたらやっぱりついていけなくて、予選の時に、はい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 、まあまあそんなのもあって、ただたまたまその時にあの、まあ、今の若い人はあんま知らないかもしれないですけど、あのベニーキーデという人を紹介してもらって、はい、うん、知ってます。知ってます。超有名ですよね、あの昭和世代の人間からすると。あのマーシャルアースで赤いパンタロンを履いて、はい、あのローリングソバットかなんかでバッタバッタと敵をなり倒していった、はいはい、全米最強のベニーユキで、はい、はい、そこに そのベニーさんの自分とジェットセンターというのがあって、そこに移ることになって、はい、っていうジムの名前です。はい、はい、そこに移ることになって、はい、はい、そこに移りまして、でそこから、はい、じゃあアメリカでですよね。じゃあね、そうです、もちろん、はい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 、ずっと その映画も喋れないのに、はいはい、でそのまま要するにそのままあの終戦時でメダルを取れたんで、はい、もしかしたらそのままやれるんじゃないかみたいなことを言われ、はいはいはい、でちょうどその頃にバイトも決まり、向こうでの、向こうでの、はいはいはい、あ、生活もできるわと思ってそのまま残ってて、で、まあ、ベニーさん紹介してもらって、はい、それであのハリウッドのジェットセンターに、ノースハリウッドのジェットセンターに移り、すげえ、ハリウッドのジェットセンターですよ。ノースハリウッドで、当時、ノースハリウッド、僕も分かんないですね、はい、ノースハリウッドですか。ハリウッドじゃなくてノースハリウッドって言われても何が違うか全然分かんないですよ。聞きたい。バンナイズという街なんで、バンナイズですよ。知ってます。うっかり行けないかな、私も。いや、多分うっかり、もしかしたら頑張れば行けるかもしれないですね。ちょっと、バイトってちなみに何を やれてたの、その時。その頃は最初に始めたのが、リトル東京で、はい、皿洗い兼ウェイターを、はいはいはい、まあ、紹介してもらって、はい、やれて、はい、でまあ、それで、まあ、とりあえずは生活できるからそのまま残って格闘技をやろうと思って。へえ。ちなみにこ の全米世界選手権は、あ、違う違う、全米世界選手じゃないです全米空手選手権の結果はどうだったんですか。負けちゃいました。あ、負けてしまったのよ、ね。なかなか、じゃあハードルは高かった。ハードル高かったです。全米空手公式、全米空手選手権。全米空手選手権っていうと、まあ、僕ら世代っていうとあれですけど、昭和の、ね、プロレスを知ってる人間からするとね、猪木と戦ったモンスターマンとか、あ、全米空手選手権の優勝っていう触れ込みできましたけど、どちらかというと、はいはい、今で言うと、本当キックボクシーに限らなく近くて、はいはい、モンスターマンとかベニーさんなんかどうやってキックボクシング。これはじゃあこの全米空手選手権っていうのは手に掴めるチョップグローブをつけて、はい、足にこう
パッドをつけて、はい、それでセミコンタクトでポイントを競い合うやつです。ああなるほど、寸止めっていうか。寸止めでもないですね、当てて、当てますから。当てるんだけど倒しちゃいけない。倒しちゃいけない。倒しちゃいけない。あ、新空手みたいな。あ、違う。新空手は倒すじゃないですか。あ、そうですか。これは倒しちゃいけないんです。当てるっていうのは、あ、そうかそうか、ライトコンタクトというセミコンタクトです。あ、なるほどなるほど。当てるのは当てないといけないんですけど、はい、それで倒しちゃいけない。難しい。難しい。でそれもそれのポイントのトリックをする。なるほど。へえ。勘太郎さんからコメントをいただいても、館長面白いです。あとレスナーさんからベニーザジェット雪で詳しいですね。あと勘太郎さんからも、おお、ハリウッド過去笑いって書いてます。過去笑い。あとヤマンさんから、英語できなくても戦えればなんとかなるのですねっていう。いや、それは本当によく言われるんですよ、はい、その語学力でよくはい、アメリカとかヨーロッパとか回ってるようなって、はい、言われるんですよ、はい、すごい。なるほど。それでジェットセンターで、まあ、その打撃の経験を積んで、はい、全米空手選手権に出た後に、90年にオーストラリア格闘技大会出場って書いてますけど、またこれ漠然とした名前で、はい、これいわゆるこう UFC とかそういうような、はい、いろんな格闘技の選手が集まって、はい、トーナメントとかやるんじゃなくて、はい、いろんな格闘技の、試合がリングの中でこうバーッとランダムに行われるという、はい、そういう大会。だから日本でやってた格闘技の祭典みたいな感じですね、イメージ的には。って余計わかんのかなって。いろんな格闘技の人が同じルールで戦うわけじゃなくて、空手は空手のルールで空手の人同士が戦って、剣道は剣道のルールで剣道の人同士が戦って、実際この大会の時に、日本だと絶対ありえないですけど、いわゆるこう剣道の選手が、はい、人が本当にリングの上でこうやってやったりとかしてたんですよ。そう、本当に剣道やってる人が、本当に剣道やってる人です。へ、細かいこと何も知らない。それがオーストラリアで、はい、で、ちなみにオーストラリアの大会で永瀬館長は何のルールで、うん、あ、僕はフルコンのルールで、はいはい、向こう現地 の, 向こうになんかこれもわからないんですけど、はい、フルコンタクトカンフーというのがあったんですよ、はい、フルカン僕もそれはよくわからないんですけど、そこの選手とエキシビションマッチをここにあります。あ、エキシビションだったんですね、はい、なるほど。カンフーだから軽く当てるカンフー。難しい。ただ正直あまりよく分かってなかったです。なるほど。じゃあ微妙な感じのエキシビションで終わったんですかね。じゃあお互い探り探りな感じの。なるほど。ありかなと思います。で、このね、90、今までこう打撃系の経歴を重ねてきたんですけど、94年からちょっとガラッと変わって、メキシコか、メキシコで暴風神父、フレンドのタッグパートナーとして、ルチャリブレ転向って、ルチャリブレって要はプロレスですよね。ルチャですよ、はい、ルチャですよ、ルチャ。ドラゴンキットみたいな。何が、何があったんですか、この数年の間に、この4年の間に。いや、はい、たまたまなんですけど、はい、最初にロサンゼルスのダウンタウンにいる時って、やっぱり僕らが全然生活とかまともにできなくて、はい、貧しかったんですけど、はい、まあ、お金ないんで当然住む場所ってあまり治安も良くなくて、はい、貧しい層の人たちばっかのところにいたんです、はい、で、まあ、不法就労してるメキシコ人とか、はい、要はパスポート持たずに国境を越えてきた人とか、ね、そういうところにいて、越えられるんですね、なんか越えてます、越えたみたいですね。でもリアルに本当にそういう人たちばっかの集まってるエリアにいて、例えばそういう人たちが貧しいんで、例えばパンが1個あったら3人家族だったらそれをこう3等分して食べるような皆さんそういう生活だったんですけど、はいはい、で僕らがたまたま夜お邪魔したらそれを4等分して食べさせてくれると。なるほど、はい、でそういうのにずっと触れてて、はい、でもし何か自分がメキシコに貢献できることがあったら何、はい、かやりたいなっていうのがあって、はいはいはい、でその時にまあ、このフライトルメンターっていう人自体は知ってる人は知ってるんですけど、20代後半までストリートギャングのボス で、はい、で20代後半で薬中になって病院に収容されて、はい、でそれから更生してカトリックの神父さんになって、はい、でカトリックの神父さんになった30代半ばぐらいから
孤児を育てるようになり、はいはい、でその孤児たちを育てるお金の維持費でなぜかお面かぶってプロレスのリングに上がるようになったんですので、はいはいはい、ジャンレノが映画にしたりとか、はい、あと、なんていう映画ですか、グランマスクの男、92年か3年に、で最近だとナチョリブレっていうのがモデルになったりとかしてる人なんです。ただその人がもう、はい、年取って体が動かなくなって、はいはい、でまああまりこうタッグパートナーに手を合う人もいないっていうので、はいはい、その人のタッグパートナー用で誰かっていう話をいただいた時に、はいはい、じゃあちょっとこれで自分が知らせてきて、ああそのメキシコのために何かやりたいっていう思いがもともとあったんで、はい、そう言ってたから、はい、じゃあってことで、まあプラスその若い時にプロレスラーをやってみたかったな。でもルチャレブレってそんな簡単にすぐできるんですか。要はロープワークがすごい、最初イメージがあるんですけど、まあ、これは本当にずっとそういう経験を、いやちゃんと道場とかで練習でプロレスラーになった人から見たら怒られるかもしれないですけど、正直僕もわりかしこう簡単なんじゃないかなとかできるんじゃないかなという感覚で正直行ったんですけど、行ったらとんでもないって結構厳しかったって。だって本当にすごくないですか、レチャって要はアクロバティックっぽいイメージがあるんですけど、あ違うのか。実際は今は分からないですけど、その頃のルチャは現地のルチャってどちらかというとこう派手な空中戦じゃなくて、うん、キャラクターの見せ、あマスクだとか、マスクだとか、例えば僕らであればオリエンタルなんで、うん、そのオリエンタルなキャラクターをまあリング上で表現する、はいはい、そうですよね。ルチャリブレっていうと飛び技だけじゃなくてジャーベって言うんでしたっけ、はい、寝技も結構、はい、有名で、レスナーさんからコメントいただいて、フライトルメンターはメキシコでは伝説のルチャドールっていうコメント、めっちゃ詳しいですねレスナーさん。すごい。あとカンタロウさんから、暴風紳士のあの暴風紳士のパートナーすごいっていうコメントが出てますね。そうなんだ、はい、で、いるんですね。結構いらっしゃるんですね。で95年に、フライトルメンターのとのタッグマッチで日本で、プロレス初試合ってあるんです。これどこの団体に上がられたんですか。これはもうどっかの団体に上がったとかじゃなくて、はい、もうこのフライトルメンターのイベント用で会場を借りてやったんです、はい、あそうなんですか、はい、ちなみに場所はどこですか。練馬の駅ビルの中のホールを借りて、はい、誰が出てたんですか。他はどちらかというとグローブ空手の選手とか、あじゃあもうプロレス単独の興行っていうよりはもうなんかそのなんていうかその商業施設の出し物、余興的な一部として、うん、そんなような限りはそれに近いですけど、いわゆるプロレスの興行としてやったんじゃなくて、はい、収益金をメキシコに送ろうとかそういう流れで、まあ、実際出てもらったのもグローブ空手の選手だったりとか空手の選手だったりとか、はい、大半で、はい、なるほど。じゃあもうこの頃から今やってるような、今サンクチュアルでやってるような、活動の土壌みたいなことをやり始めてたっていうイメージですかね。なるほど、はい。で、2000年の9月にアメリカスミドル級選手権獲得ってありますけど、ちょっと簡単にこのアメリカスミドル級選手権っていうタイトルが一体どんなタイトルなのかっていうのをちょっと簡単にもし説明していただければ、はい、もともとアメリカス選手権っていうのが、はい、ロサンゼルスにあって、はい、でこれはもう本当にヘビー級の方はミルマスカラスは結構偉い人がいっぱい取ってて、はい、で80年代の半ばぐらいに、はい、ハリウッドレスリングクラブっていうのが運営してたんですけど、それがもう潰れちゃって、はいはい、で宙に浮いててずっとほったらかしになってたんです、はい、でそこ の権利持ってる人が、はい、要は名称の方とかを、はい、もうなんかで復活させることになると、はい、でその中の一環として、もともとアメリカ選手権ミドル級なかったんですけど、はい、ミドル級もくっつけて、はい、まあ復活させる形になった時に、はい、たまたま自分がこれもパコッとはまった感じ、たまたま、何ですか、何ですか、この最初の公式空手世界選手権みたいな感じで、はあ、じゃあなんかちょっと復活させるけどちょっと該当する選手がね、誰かちょっとやる人いないみたいな感じで、なんかそういう人口が少なかったんですか、そういう、これこれ向こうで、じゃあ日本でこれタイトルを取った、これは日本ですね、日本で、
日本で向こうのタイトルを復活させて、で、それちょっと該当する選手がいなかったから、ちょっと永瀬どうだみたいな感じになって、ちょっとその前後でいろいろ喋れないことがあり、はいはいはい、なんかどっかと繋がってますか、ね、いやそういうソーシャルファイターですから、そんな、そんなこと言えないなるほど、で、2000年の10月から12月間で DDT アイアンマンヘビーメタル級選手権か、よくわかんないですけど DDT 違うんですか、 DDT です、今のあの高木社長の DDT ですか、はいはいはい、ヘビーメタル、ヘビーメタル級選手権、アイアンマン選手権って言って、はい、すいません、あの例えばこの辺で、あの例えば僕がチャンピオンとするじゃないですか、はい、で、平田さんが、はい、あのベルト欲しいなと思ったら、はい、あの自分でレフリーを用意してきて、はい、映像を撮って僕をパコンと後ろから殴って、そのレフリーが3つ数えたらベルトがもう本当に試合上じゃないんですけど、はい、平田さんのものになるとか、はい、そういうなんか何でもあり的な、何でもあり的な、はい、なんでアイアンマンヘビーメタル級選手権っていう名前なんですかね、これ。それはあの高木さん聞いてる。あ、それちょっとわからない。なるほど。それちょっと何でもあり系の本当まさしくザ・インディー的な、そうですね、そういうタイトルを獲得して、で2002年に WMW ミドル級選手権、獲得。これもちょっとよくわかんないですけど、これはあの、はい、例えばディープとかに、はい、昔参加してたあの加藤君リーっていう選手、はいはい、わかりますわかりますわかります、はいはいはい、で加藤君リーがあの空手をやってるっていう触れ込みのルチャドールですね、確か、はい、ピストルの弾目で見て避けたとか、はい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 、絶対ありえないんですよで、あのその人があの30年以上前にあの猪木有戦を見て、でちょっと感化されて自分があの、はい、ウィッシュ格闘技戦やるように、はい、あの作ったベルトがあったんです、はい、その人が、はい、でその人がもうその防衛戦とかやらなくて地に浮いちゃってる状態だったんで、はい、それ の, あの王座決定戦をやって自分が取った形です、はいはい、なるほど、ちょっとあれですねレスナーさんからアイアンマン来たかってレスナーさんめっちゃ詳しいですね、プロレス。でカンタロウさんから館長今はどんな活動されてるんですか。本当ですよ、そうですね、うん、でレスナーさん、レスナーさん24時間どこでも選手権で、カンタロウさん、おー DDT のアイアンマン、そうですか、え、そうなんですか、そんな有名なことなんですね。多分アイアンマンができたのがその前年ぐらいで、ちょっと待ってね。それで2004年にイギリス転戦ってことはプロレスで転戦したんですね、はい、でその後に2005年にまたあの師匠ベニー・ユキデとハリウッドで日本文化との格闘技のコラボ、ブライカン開催されたの、これはどういうか、ちょうど2000年代のこの3年とか4年ぐらいから、はい、あのラストサムライとか、はい、あの伊予島からの手紙とか、はい、さゆりとかそんなので、あの割かしこう日本文化がフォーカスされるような感じ、はい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 、で、あのベンディさんとやったのが、うん、あのリングの上で、あの格闘技の試合だけじゃなくて、はい、あの三味線だったりとか、踊りだったりとか、いつ？それ2005年と。違う、私が聞いたのは試合あの合間にね。うん、試合、はい、前の方でそういうのパフォーマンスをやって、試合の途中で三味線。それはさすがに無理だと思います。だんだんそれね、奈々ちゃんちの態度がだんだん偉そうになっていってるんですけど、大丈夫ですか？いつみたいな。多分永瀬課長は年上ですよね、おそらく。わかんないですけど、大丈夫ですか？あのカンタラさんから奈々ちゃんち面白いってコメントいただきますけど、新たな路線を開拓してますね。なるほど、じゃあこれはもうなんか格闘技大会って言いながら日本の文化を紹介するような、はい、あのラストにあの2試合とか3試合あのキックボクシングとか香港の試合をやったりとかで、はい、でそういうイベントをやって、でお客さんはあの要はテーブルとかであの寿司とか焼き肉を食べながら見ると、寿司はどこで、これ何あれお客さんの放送までやってもらうんですよ。お客さんの層は日本人、白人です。白人の方が白人です。2人の会場にお寿司屋さんがあるのかなってレスナーさんから永瀬館長対奈々ちゃんちの試合が見たいって。無理です。それで、ちょっと時間もあるんで端折っていきますけど、2008年に、WMW のミドル級選手権の防衛戦をドラゴンゲートズのガンマと行い、
すごいじゃないですか。で、2013年に4月4日 UWA 世界ジュニアヘビー級選手権で UWA 世界ジュニアヘビー級って、ね、昔からプロレス知ってる人から見ればメキシコの超、ね、はい、メジャーなタイトルですけど、初代チャンピオンこれエルソリタリオですか、はいはい、レジェンドの選手でメキシコにいたらどうですかなんすか、せっかく日本に出てあの番組出てくださってるのに失礼な。UWA は1回95年に潰れちゃったんですよ。はい、そうですよね、はい、その後にプエルトリコで、はい、まあ、ベルトだけがいろいろ点在している状態なんですけど、はいはい、ジュニアヘビーがプエルトリコで復活して、はい、ただ、日本でもそこそこ有名なビクター・キノニスさんが仕切って、はいはい、IWA っていう団体がプエルトリコに、めっちゃ有名じゃないですか、知ってますよね、あまりわからないすいません、はい、どうぞ話を腰を折って、そこの IWA ジュニアと UWA ジュニアは1回統合されたんです、はい、ただキノニスさんが亡くなって、はい、そこも宙に浮いて、はい、で宙に浮いちゃってるものがあって、それを復活させるっていう話をもらって、はい、でそれで、4月の4日に、はい、ブラックタイガー選手と王座決定戦のことになって試合をやった感じです、はい、なるほど、それで見事かと。これちょっとで、ここまでプロフィール見てますますちょっと頭の中はかなり、だから要するに、なぜ館長の職業は何なんですかね。なんて言って紹介するんですかね。ご自身どうやって紹介するんですか。ご自身としてはどういう立ち位置っていう。館長だけじゃなくて、なんとか館長とかいるじゃないですか、いっぱい。ご自身としては格闘家なんですかね、それともプロレスラーなんですかね。今は名刺とかでもプロレスラーそうなんですか、には入れてはいるんですけど、ただ正直自分の中であんまり堂々とプロレスラーっていうのも抵抗はあるんですけど、ちょっと胸張りましょうよ、そこは。はいはいはい、抵抗あるんですけど、はいはい、まあ、っていうのはどういう理由からですかね。まあ、僕自身がプロレスを始めた経緯っていうのは、はい、ちゃんとこうプロレスの道場に所属って本当練習して、はい、体作って、いろんなことをやってからプロレスラーになったわけじゃなくて、はいはい、本当にもう社会貢献活動の流れの中でプロレスのリングに上がり始めたっていう部分があるんで、はい、なるほど、社会貢献だ、本当に職業としてプロレスラーをやるっていうよりはあくまで社会貢献を伝える手段として、まあ、単純に本当にもうフライトルメンターの手伝いぐらいの感覚だったんです最初。ああ、なるほどなるほど。ちなみに多分ご覧になっていただいている方であんまり違いがよくわからない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実際やられている館長から見てその格闘技とプロレスっていうのはどう違うんですかね。でどういう点が社会貢献活動を表現するのにプロレスの方が適しているんですかね。格闘技じゃダメなんですか。格闘技はやはり競技種目です。いわゆるはい、ちゃんとしたルールがあって、まあ統一されたいろんなものの基準があって、その規格の中でやるいわゆる競技種目、でプロレスは逆にそういった規制がなくて、規制がなくて、まあ、乱闘もあるし、お面かぶってる人もいるし、いろんなキャラクターの選手がいて、で各人がこういったものを伝えたいとかこういうふうなのを表現したいっていうのを、はい、競技種目としてリアルじゃない分そういうメッセージは逆に伝えれるっていうのがプロレスだと思います。なるほど。じゃあその、各、試合に出る各レスラーが、思っているその自分を表現したいんだっていうことを、割とこう自由に表現できるようなそういうなんかこう空気というか、そういうのが出来上がっているのがプロレスということなんですね。自分らとじゃあそういうにしてた例えば僕ヨーロッパとかサーキットしてると、はいはい、日本とはちょっと興行形態が違ってて、はい、例えば今日会場行くまで誰いるかわからないんですよ、はい、で会場行ったら今日誰がいるっていう話になって、でプロモーターからじゃあ今日お前とお前なみたいなのを言い当たるんですよ、はいはいはい、それでこの でその場 で今日はじゃ あこいつが相手かってなったらこの選手の持ちネタはこういう技とこれだから、はいはいはい、っていうのを自分で考えて、はい、で相手も当然自分の、はい、要はフェイバレットの技が分かっているので、はい、そこはちゃんとお互いに受け合いながら、なるほど、だから自分も表現したいものがあるから逆に相手にも表現したいことを表現させてあげると、はい、だからそれをやってお互い、そうですね、お互いその
表現したいことをやり合って、はい、こう試合を組み立てていくっていうのがプロレス、はい、そんなイメージでいいんですかね、はい、でなんでそのあのちょっとさっきの話の中にそのメキシコの方の話が出てきたんですけど、その社会貢献活動をしようと思ったきっかけみたいなのをちょっと もう一度ちょっと簡単に教えていただければと。はい、もともと自分がプロレスをスタートさせたのが、うん、そういうフライテルメンタの手伝いだったっていうのがあるんですけど、はい、まあ、ギャラもらってプロレスの試合をやったりとか、はい、あと、まあ、戦うのが好きだからリングに上がるっていうだけじゃなくて、はい、自分がそれをやることでなんか社会貢献できたらいいなっていうのが、はい、その延長線でずっとあって、なので日本に戻ってきてからもグレートサスケさんとチームを組ませてもらって、はい、工業収益金をタグマッチでやった工業収益金を東南アジアの子どもを学習支援するとか、はい、あとは工業の売り上げの中の一部を障害者支援するとか、で逆に障害者の方のパフォーマンスなんかをイベントの中に入れるとか、はい、そういうような形でこうプロレスでもいろんなことがやれるジャンルなんじゃないかなと思って、はいはい、でそういう部分でこう正直自分が今格闘技のフィールドで見て強いか弱いかっていうと、ぶっちゃけなことを言えばアスリートとしてファイターとして強いわけではないんです、はい、だけど強いわけではないんですけど、はい、今限られた状況の中で頑張ってることだったりとか、はい、こんなことをやりたいとか、はい、いろんなそういうこう思いだったりとか、はい、姿勢だったりすることを、はい、表現することだけはできると思うんです。なるほど。そういうことをプロレスでやっていきたいなと思います。なるほど。格闘技では表現できない自分でもプロレスなら表現できると。逆に格闘技でそれをやることは不可能じゃないですか。まあそうです、まあ、試合そのもので表現するってのはなかなか難しいですよね。はい、まあ、もちろんいろんな選手のサイドストーリーがあったりとか、はいはい、人生観とかがあって、はい、それがこうバーンと露出される部分ではそれはもう皆さんすることはできると思うんですけど、はい、試合の中で試合を使ってそういうことをこう表現するというのはやっぱりプロレスでそこはできないと思ってるんで。なるほど。ルークさんからコメントで佐野さんに提案しておきます。館長対ナナちゃんちん。そこに行きます。あとレスナーさんからデスパレーボームのブラックタイガーかなって、もうその通りですねこれね。ブラックタイガーデスパレーボームのブラックタイガーかなって書いてある。ああ、そっちです。その通りですね。はい、はい、ブラックタイガーの5号でしたっけ。5号です。5号ですね。はい、でレスナーさんからどういう経緯で格闘技の力に出るようになったんでしょうか。確かに、そうですね。本当です。ちょっとこれこの質問の後に言いますけど、ルークさんから館長の試合は格闘技よりプロレスの方が多く見てる気がします。ってことですね。でこれね、格闘技の力に出るようになった経緯っていうのは実は、永瀬館長の知り合いの方から格闘技の力をご覧になっていただいたんですかね、はい、でその方経由で、まあ、番組のプロデューサーの方にオファーがあって、ちょっとこういうことをやってる選手がいるんでどうだっていうことで、出ていただいたって、ちょっとそういう経緯があったりとかしてですね、結構ね、だから僕もちょっと迷ったんですけど、格闘技の力っていう名前がついてて、もう結構まあファン歴長い方からすると格闘技とプロレスっていうのはもう別ジャンルだっていうのは結構当たり前になってる、この風潮の中でプロレスラーの方をゲストに迎えるっていうのはちょっと僕も自分のそのポリシーに反するんじゃないかなって結構悩んだんですけど、まあ、永瀬館長自身がさっきおっしゃったみたいに、自分はバリバリのプロレスラーっていうよりは格闘技もやられてて、でプロレスもやられて、であくまでその社会貢献を伝えたいっていうその手段としてプロレスをやりたいっていうことがあったんで、であればまあそのちょっと永瀬館長の思いを伝えるのにこの番組を利用してもらってはいいんじゃないかな。であとプロレスと格闘技がの区別が分かんない方とかにも、その辺の違いが分かって伝えられるんじゃないかなと思ったんでちょっと出ていただいと、そういう背景があります。はい、そんなわけで、はい、プロレスを通じて社会貢献活動されている館長が、自身の興行のサンクチャリで近々大会があるんですよね。はい、何ですか。はい、あ、そんな感じで、はい、すみません、7月4日で個性的な人たちが、はい、いろんな選手が出ております。ブラックタイガーの5代目とか、はい、あとは矢口一郎選手とか、はいはいはい、ウィンダー選手とかグラン浜田選手とか、いろいろ
出ております。すごいですね、これ、はいはいはい、僕はあのさっき加藤君リーから受け継いだあの WMW のミドル級選手権というのの防衛戦をリッキー・フジ選手でやります。リッキー・フジ、はい、超有名ですよね。アルバマ知らないですか。そうか、そうですね。で、はい、7月4日あの新宿 の, あの歌舞伎町なんですけど、はい、場所が、はい、新宿フェイスじゃなくて、フェイスじゃなくてあのえどこ、ロフトプラスワンのビルの3階にあるはいホールにリングを組んで、よりによってこの日あのWWE の日本公演とかぶり、あらら、ドラゴンゲートの後楽園ホール大会とかぶり、はい、DDT の新宿フェイス大会とかぶり結構工業的にはシャレにならない状況なんですけど、まあリングからメッセージをいっぱい発信できればいいなと思って頑張りたいと思います、うん、なるほど、はい、はい、あのレスナーさんから豪華メンバーすぎるっていうコメントですすごいですね。あとレスナーさんからもあの、いやー面白かったです、伝説の格闘家が増えましたねっていうコメントがいて、ありがとうございます。いや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 、ありがたいですね。あれですよね、あの永瀬館長、こういったあの興行以外にもなんかプロレスのエクササイズみたいなことも されてるんですよね。はい、いや、あの別にこう一般の人プロレスを教えてくるんじゃなくて、はい、あのプロレス式のこう基礎体のトレーニングを一般の方相手に、はい、はい、いや、あのライオン式のプッシュアップだったりとか、うーん、まあ、そういったことで、はい、まあ、メニュー組んで、まあ、あのどこでいつやってるんですか。まあ、スポーツスタジオ借りて、はい、やってはいるんですけど、今度参加してみますか。マックさん誘ってみようかな。あれですよね、永瀬館長とフェイスブックでつながると、あのつどつど確か招待状が、まあ、あんま、あ、そうですか。でもね、あの毎回結構コンスタントにあの、はい、まあ、大勢の方っていうかが参加されてるんですよね。はい、素晴らしいですね。でもそういうなんか普及活動みたいなの結構格闘技にもあの応用できる面があるんじゃないかななんて思ったりしますけど、カンタロウさんからサンクシャリ面白そうですっていうコメントで、ぜひ遊びに来てください。ぜひぜひ、カンタロウさんも遊びに来ていただければと思います。ということでですね、ちょっと、うん、あの最後のちょっとはしょってしまって、まだまだ聞きたいお話いっぱいあるんですけども、ちょっとそろそろ、時間が、近づいているということですね。はい、今週もあの高円寺のレスリングカフェから公開生放送でお送りしてまいりましたが、はい、次回のこの格闘技の力、次回の放送は、6月24日の配信になります。はい、はい、で6月24日のゲストなんですけども、先週もお伝えした通り、はい、トイカス選手、はい、トイダ和也選手になります。この間の、土曜日にあの引退セレモニーを行ったトイカス選手ですね。まあ、ちょっと引退にかける、引退に際してのコメントであと、あとはもう結構今回がっつりですね、あの道場経営について経営論を語っていただきたいななんて思っています。で、4月1日以降なんですけども、4月1日が桜木選手、はい、で8日が佐藤選手で、15日がちょっと祭日なんでお休みいただいて、先週出てこなかったんですけど、22日に、今度新たに伊佐尾選手、ファンクラスのチャンピオンの伊佐尾選手が出ていただくことになりましたので、皆さんお楽しみに、お待ちいただければと思います。はい、ということで永瀬館長どうでしたか今日。いや、ちょっと途中で自分何喋ってるか分からなくなった。いやいや、でもね、もうちょっと整理したびりたかったなと思って。いやいや、でも永瀬館長のおかげで多分奈々ちゃんちんの新しい面を多分発掘することができたんじゃないかと思いますけど。分かんない。あ、分かんないですか。どうした、奈々ちゃんちん面白かったですか。いやいや、もう、いやいや、分かんないです。あ、そうですか。分かんないし、あんまり面白くなかったですか。でも、ね、そんなことないですよ。じゃ一生懸命整理しながらね。なるほど、そうだ、時間ですからね。そうですね、まあ、ちょっとまだね、あのまだまだ伝え足りないいっぱいあると思うので、まあ、その辺、永瀬館長、ブログもやられてるんでね、そちらの方をぜひあの皆さん、ご覧になっていただければと思います。はい、ということで、本日のゲストは永瀬館長でした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあまた来週も皆さん、こちらの方にお越しください。せーの、バイバーイ。